ウツチン飛行場は、大韓民国継承北道、ウツチン郡未上面にある飛行場である、ウツチン空港とも呼ばれる。韓国東海岸に位置する、ウツチン郡の交通条件改善と観光開発のため、1990年代に空港の新設が構想され、建設が進められたが、航空会社の就航が見込めないとして、工事は中断。 ほぼ完成した施設は放置されていたが、操縦者養成施設として活用されることが決まり、2010年7月、布設の宇津鎮飛行教育訓練員の会員とともに、使用が開始された。韓国東部、京昌北道の北東角を占める宇津鎮群に位置する。当初の構想では、京昌北道、手具公域市を合わせた地域の航空需要を、宇津鎮、冷戦、歩行、 テグの4空港で分担し、北東部をウツチン空港に担当させる予定であった。ウツチン軍内ではやや南寄りに位置し、軍中心部からは離れている。周辺は大白山脈に連なる山地が海岸近くに迫る地形で、施設は海岸沿いの狭い平地に形成された小集落を直下に見下ろす丘陵場を切り開いて作られており、施設の一部は 斜面上に配置されている。飛行場の北方3 3トルには、宇津津原子力発電所があり、発電所の周辺、半径10ナノメートル以内の上空は、飛行禁止区域となっている。韓国政府は、原子力発電所上空の飛行を以前から、規制していたが、アメリカ同時多発テロ事件発生後に規制が強化され、各原子力発電所の上空には同様の、 飛行禁止区域が設定されている。大韓民国航空法の規定による施設設置告示及び使用開始告示における名称は、宇津鎮飛行場であるが、宇津鎮空港とも呼ばれる。他に、未乗空港、未乗飛行場、宇津鎮未乗空港などとも呼ばれることがある。構想当初、宇津鎮に建設される施設が空港であるか、飛行場であるかは曖昧であった。 1994年に韓国交通部が公表した空港開発中長期基本計画では、宇津津地域空港開発として反映された一方、1995年に建設交通部が作成した資料では、他の空港を空港として列挙する中で、宇津津のみが宇津津飛行場の名称で呼ばれていた。しかし、基本計画は、 宇都鎮空港開発基本計画の名称で策定され、以降、公式には宇都鎮空港の名称が用いられてきた。訓練施設への転用が決まると状況に変化が生じ、2009年に国土海洋部が訓練事業者の選定にあたって作成した資料は、冒頭で宇都鎮空港としたほか、本文では、もっぱら宇都鎮飛行場を用いていた。 使用開始の近づいた2010年6月9日には、富山地方航空庁は、以前に言った、施設設置告示の変更を告示し、名称を、宇つちん空港に変更した。しかし数日後の6月15日、富山地方航空庁は、再変更を告示し、名称を、単なる、宇つちん飛行場に変更。7月1日の、使用開始告示もこの名称で行われた。 なお1970年代、宇津鎮軍、宇津鎮面後帝座とに開発された飛行場も、宇津鎮飛行場と呼ばれていたが、この飛行場は、未上面の宇津鎮飛行場と直接の関係はない。ICAO 空港コードは、RKTL である。このコードは、2000年1月に、ウルジンに割り当てられたものを使用している。以下の施設を持つ。当初、 誘導路は滑走路と駐機場を結ぶ一本の実が設けられていたが、訓練施設転用時に平行誘導路が増設された。また旅客ターミナルも一部が抗議棟に転用されている。滑走路は2010年の映画グランプリで撮影に使用された。大韓民国先海岸に位置する宇津鎮郡は西を太白山脈に隔てられ、海岸沿いを南北に結ぶ。 交通の発達も見られなかったことから、交通の便が悪い壁地として知られてきた。一方で、軍内には白岩温泉、特急温泉など数百年の歴史を持つ温泉が、市市、防洋堤、古市松堤といった海岸の継承地が関東八景に数えられるなど、観光資源には恵まれていた。この宇鎮軍と航空交通との関わりとしては、 1930年代末に当時の朝鮮総督府が宇津鎮に富士着陸場の設置を計画していたことが挙げられる。この計画は米子と形状を結ぶ航空路の中間点にあたる宇津鎮に富士着用の地点を確保する趣旨であった。1971年には地元選出の国会議員であった五春席が総選挙で ウツチンでの飛行場建設を公約に掲げて再選された。当時は1968年のウツチン、山直事件の影響も残り、軍事的な必要性も認められたことから建設が決まり、ご定座との海岸で工事が行われた。しかし飛行場は活用されることもなく、軍の用地に転用された。1976年には、歩行からウツチンを経由して、 山直を結ぶ国道の工事が開始され、1979年には、この区間の全線で2車線の舗装道路としての整備が完了。宇津鎮津群の交通状況はやや改善された。この際、宇津鎮津群を通過する区間の一部が非常滑走路に指定され、航空機の離着陸が可能となるよう道幅の広い直線区間として整備されたが、これは、 有事の際の軍用機の着陸を目的としたものであった。この間に、宇津鎮軍では人口の減少が進んだ。1960年代には10万人を超えていた。人口は1966年の11万7602人を最高として減少に転じ、1980年には9万人となり、なお、減少傾向にあった。 1980年代、宇津鎮群では観光開発が行われていた。1979年には、白岩温泉が国民観光地に、1983年には特急温泉が京商北道により温泉地区に指定され、温泉場としての開発が進められた。大鳥り壺、防用御邸には海水浴場が設置された。また、 北部の北面普及座とでは、宇津鎮原子力発電所の建設が進められた。建設当初は、原子力発電所の安全性に関する問題が、地元住民には知られていなかったため、目立った反対運動もなく、1988年には、宇津鎮1号機が、1989年には2号機が、それぞれ稼働を開始した。 後の宇津津空港建設につながる地元の空港誘致活動はこの時期から行われており当時地元選出の国会議員であった金重県も誘致に取り組んでいたが1980年代には特に進展はなかった1990年代に入ると韓国交通部が宇津津津津空港建設の妥当性調査を実施し 空港建設構想はようやく具体化した。1992年3月には韓国で総選挙が行われ、宇津鎮空港建設を推進してきた金重県は再選に向けて立候補することになった。当時、宇津鎮では季節の宇津鎮原子力発電所1号機の故障が頻発する中、政府が今後の原子炉増設や、 放射性廃棄物処理場建設の候補地として、打つ賃を上げたことから、原子力開発に対する反対運動が高まりを、見せていた。現職の金重県は、デモ隊により、自宅に投石されたり、火炎瓶を投げ込まれたりするなど、反対派からは敵視されており、選挙でも不利な戦いを強いられた。金重県は、住民の同意なしには政府に廃棄物処理場の、 建設を行わせないと明言するとともに、宇津鎮空港の建設推進を公約に掲げて、選挙戦を戦ったが、対立候補に敗れた。この年、交通部は妥当性調査の結果を受けて、宇津鎮空港建設に翌年から着手、1996年までに完成させる計画を立て、総事業費347億ウォンのうち28億2800万ウォンを、 翌1993年予算で要求したが、政府はこの年の予算で新規投資を抑制する方針を取り、空港建設予算は反映されなかった。1994年4月、交通部は空港開発中長期基本計画において、1995年からの5年間に推進する空港開発事業を示した。 この計画に、ウツチン地域空港開発として、後のウツチン空港の開発が盛り込まれた。計画では、観光資源がありながら、交通条件の悪い、この地域に、航空交通の提供が必要であるとし、40人から50人乗り以下の、小型機周光を前提に1200メートル35メートルの、滑走路1万平方メートルの中機場。 1000平方メートルの旅客ターミナルなどを備えた空港を開発、段階的に拡張するとしていた。宇都鎮での空港開発は、全国で軽飛行場の開発を行う計画の一環として掲げられたもので、計画は、まず軍の飛行場を活用して、主要地方都市や有名観光地に軽飛行場を整備し、1996年からは対象地域を、 奥地や島所部に拡大する方針を示し、新設する空港として、うつちんのほか、宇つり島の経費向上を挙げていた。1995年に入ると、前年の米朝枠組合意に基づき3月に、朝鮮半島エネルギー開発機構が、発足、6月には、理事会が北朝鮮に供与する、軽水を、 ウツチン原子力発電所で建設中のウツチン3.4号機を参照路とする韓国標準型軽水路とすることを決定した。この年に建設交通部が示した案では、ウツチン空港開発事業の目的として、韓国標準型原発建設に向けた交通手段の確保が加えられ、また正式には設計後に確定と断りながらも、 滑走路は1 5 0 0メ3 0ル、中期上1万平方メートル、旅客ターミナルは1500平方メートルと、施設規模がやや拡大している。総事業費は617億ウォン、事業期間は2000年までとされた。翌1996年予算には、基本調査設計費として3億3500万ウォンが盛り込まれた。百九十六年五月には、 基本設計が開始され、これが、ウツチン空港開発事業の実質的な始まりとなった。1997年2月には、ウツチン軍が空港建設予定地となった未上面の住民を対象に、公聴会を行った。空港建設に対する住民の賛否は、分かれ、一部の住民は、騒音郊外や高度制限により、 周辺の開発が制約されることを理由に建設に反対の立場を示した。未上面では1994年に住民が有権者の約半数の賛成署名を集めて放射性、廃棄物処理場の誘致に乗り出したところ、これに反対する住民による反対運動が宇つチン全体に拡大、政府が未上面での処理場建設を行わないことを 確約することにより、事態が収束した経緯があり、住民の間には同様の施設が立地することに、対する抵抗感が存在した。空港整備に、韓国電力公社が出資するという情報も伝わり、空港が、うつン原子力発電所に向けた、輸送機関として活用されるのではないかという懸念から、原発反対派も、空港の建設に反対した。 基本設計は1997年4月に完了。1998年6月には、ウツチン空港開発基本計画が告示された。この計画では、滑走路1600メートル45メートル、中期場18000平方メートル、旅客ターミナルは4700平方メートルを備えた、空港を2002年までの事業期間で整備するものと、され、 施設規模はさらに拡大した。これに対して予算庁は予算を割り当てるつもりがないという見解を示していたが、建設交通部はすでに設計が進んでおり、観光開発のためにも必要な事業として事業を継続した。1999年には監査員が特別監査において、 ウツチン空港の事業規模の問題を取り上げ、空港開発中長期基本計画が、経費向上規模で建設した場合にのみ経済性があるとの判断から、ウツチン空港を経費向上規模で計画したのに対し、基本計画はこれを無視して、施設の規模を拡大した、として、基本計画を再検討するよう勧告した。これに対し建設交通部は、 需要予測からはより小さい規模の空港が妥当であるものの韓国内にこの規模の空港に離着陸できる旅客機が存在しないことを考慮したと反論したこのように政府部内からも建設に疑問の声が出る中で建設交通部が宇津鎮空港建設を推進した背景には初期に地元選出の国会議員として 空港建設を推進した金重県が近代中政権で1998年から大統領秘書室長を務めていたことが影響をしたと指摘されている。現地での作業にも遅れが生じていた。空港建設予定地内には多数の墓地があったことから、軽商北道は予定地近くに簡易仮想場を設置、地権者に一旦仮装した上で別の場所に移送するよう求めていた。 しかし宗教上の理由により仮想を拒否する知見者が少なくなく、この問題による用地買収の遅れは着工が遅れる原因となった。このほか、進入道路の経路選定をめぐる混乱もあり、2000年には基本計画が変更され、事業期間が1年延期されている。空港南側進入路入り口近くに建てられていた工事案内板。判読しづらいが、 2000年に着工され、2004年春行の予定であったことが示されている。2000年11月には、空港建設工事の内土木分野を担当する会社が決定し、2001年からは工事が本格化した。しかし、工事の過程でも様々な問題が発生した。宇津鎮軍群は宮殿などの建築にも用いられる松の産地で、 空港用地内にも松の流木が多数存在したが、これらの松は搬出された後、宇津鎮津群内の公共機関や、テグ国際空港の敷地に植え替えられた。用地買収の際、富山地方航空庁は、用地内の流木の経済的価値を認めず、土地と一括で保障を行った。しかし、未條空港対策委員会は、公共機関の増援用に利用されていることから見ても、 価値があるのは明らかであるとして、追加で保証を実施することを前提に、幼稚内の流木の価値を再鑑定するよう不断、地方航空庁に要求した。幼稚内の流木をめぐっては、後に造園業者が、幼稚に、無断で侵入し、幼稚内の松を持ち去ったとして逮捕されるという事件も、起きた。また工事現場からの土砂の流出や工事による、騒音。 震動により、周囲の養殖場や沿岸漁業に被害が発生し、周辺の漁民が、訴訟やデモにより補償を求める事態に発展した。2001年7月には、宇津鎮空港建設事業実施計画が告示された。この計画では、基本計画同様、滑走路は1600メートル45メートルとされた。宇ツチ出身の国会議員である、今校元は、 全国最小のミニ空港として設計されていると計画を批判し、1600メートルの滑走路長では定員70人以下の小型機を新規に導入する必要があり、経済的な理由から航空会社が就航を躊躇するとして滑走路長を2000メートルに延長するよう要求した。また、航空会社の専門家は、 予定されている、宇津チ空港の滑走路はほぼ南北方向を、向いており、東海岸で観測される、東西方向に吹く強風が往復となることから、できるだけ滑走路長を長くしておくことが望ましい、と指摘した。こういった指摘に対し、空港の設計者は、国内航空会社2社が保有する、フォッカー100やボーイング737から500、 といった機種の就航が可能となるよう設計されており、欧風についても考慮されている、と反論した。根高元は、有事の際の軍事利用のほか、宇津鎮軍の北西に位置し、カジノを軸に観光開発が進められていた、寒温度の大白地域と連携した観光も可能だとして、その後も滑走路延長が必要とする立場を維持し、2001年11月の、 建設交通委員会では、滑走路長を2000メートルとして、就航機種を拡大することが望ましいと主張した。これに対し、林虎沢建設交通部長官は、予算当局と協議しながら滑走路長を1800メートルまで拡張する法案を推進すると答弁した。2002年12月には実施計画が変更され、滑走路が1800メートル45メートルに、 変更された一方で、施行期間も2004年までと1年延長された。ウツチン空港の建設が進められる一方で、韓国では全国各地の自治体が経費向場の建設を構想し、2000年から2001年までの間に国に対して行われた経費向場の建設や建設支援の要望は計15箇所に及んだ。中でも、根高元が 宇ツ鎮ン拡張の根拠に挙げた寒温度の大白地域では大白市が独自に1500メートルの滑走路2本を備えた飛行場の建設を計画していた。建設交通部はこれら各地の飛行場開発の妥当性調査を一括して実施し2003年に調査報告を受けた後も報告に基づいて飛行場開発を推進する方針を維持していた。 ウツチン空港の建設が進み、新規の空港開発計画も出る一方で、季節の地方空港の状況は悪化していた。ウツチン空港の周辺地域では、2001年5月には、テグ空港で、2002年6月には、歩行空港で、2002年12月には、冷戦空港で新旅客施設が完成し、各空港の旅客処理能力は増大したが、 利用客数は逆に減少していった。中でもウツチン空港と同じ景勝北道北部に位置する冷泉空港の状況は深刻であった。冷泉空港では1997年利用客の増加に対応するためとして新旅客施設の整備計画が発表され386億ウォンを投じて施設の建設が進められた。しかし、 利用客数は整備計画が発表された1997年の39万人を頂点に、以降は減少を続け、施設完成前年の2001年には年間8万6千人にまで落ち込んでいた。2001年12月に軍内を通る中央高速道路が全通すると利用客はさらに減少、唯一運行されていたソウル便は2002年7月に運休となった。 空港閉鎖回避のため建設交通部が誘致に動き、2002年8月にアシアナ航空がチェジュ船の運航を開始した。冷泉空港の新旅客施設が完成したのは、こうした状況下のことであった。しかし、チェジュ船も利用が低迷、運休と再開を繰り返していたが、2003年11月、翌年5月までの予定で運休となった。 このような他交通機関との競合に加え、景気の低迷も影響し、全国の地方空港で利用客が減少。2003年の利用実績は予測値比で30%減となった。2004年、建設交通部は4月の韓国高速鉄道開業を前に、空港開発の縮小に方針を転換し始めた。季節空港の利用者減少による空港会計の悪化により、 進行中の新空港開発事業も再調整が避けられないとして、宇津鎮空港の観光時期を2005年に修正した、ほか、無安、近筒みの各空港も計画が修正された。また一括検討していた全国の経費向上建設計画についても、航空需要が見込めないとして白紙に戻す方針を示した。特に宇津鎮空港は、本来ならば、 観光を予定していたこの年においても就航を希望する航空会社はなく建設交通部は宇ツチ空港や路線が運休中の冷戦空港などに軽飛行機を就航させて活用を図るとしていたしかし2004年5月冷戦空港では運休中だったチェジュ船がそのまま廃止となり新旅客施設は実質的には1年未満の使用で空港が 閉鎖されることになった。近隣の空港がこのような結果に終わったため、宇津鎮空港も同様の結果となるのではないかという懸念が広がった。さらに2004年6月には、関西員が、宇津鎮空港には経済的妥当性はないとして、事業規模と開港時期を再検討する要建設交通部に勧告した。関西員の指摘によれば、当初の妥当性分析では、 ウツチン空港から 63km から 98km も離れている栄養群や放火群が空港の影響範囲に入れられており適正な条件で再産出するとウツチン空港には経済的打倒性はないというこの指摘に地元は反発ウツチン群は2005ウツチン世界をや環境農業エキスポの開催を理由に早期開港を主張し 宇ッ鎮軍議会も、宇ッ鎮空港早期開港を即休決議分を採択して、年内の開港を要求した。しかし建設交通部は観光時期を延長する方針を発表し、この年に予定されていた、レーダー施設設置工事が延期された。就航の見込みが立たない限りは開港できないことから、この頃から、京承北道は、就航路線の確保に向けて、模索を始めた。 しかし大手2社は、韓国高速鉄道開業に伴い季節路線で、厳便を強いられており、保有する機材も需要に必して課題で、赤字が必死の地方路線への新規就航は考えにくい状況にあった。高速鉄道開業後の、こうした状況を見越し、軽症北道は、小型航空機による路線網を構築し、打つ鎮のほか、冷戦。 歩行など道内各空港の活用を図る案の検討を以前から行っていた。同じ時期に、チェジュ道では大手2社による河川状態が航空運賃の高止まりを招き、チェジュ島への観光客増加の妨げになっているという問題意識から、チェジュ道と民間の共同で新航空会社を設立する法案が推進されていた。この動きにも影響され、 京症北道でも2004年6月、監査員の勧告発表と前後して、小型航空機を利用する、地域航空路線網構築に関する権議案が、道議会に提出され、7月の本会議で可決された。2005年4月には、民間のコンサルティング会社が、道の構想に沿った形で、地域航空会社の設立を提案したが、同社は後に構想を変更し、 京症北道道内の空港の活用を図るという当初の目的は実現されなかった。一方、シェジュ道が推進していた新航空会社は2005年1月にシェジュエアの名称で設立に至り、また2005年8月には関西航空が最初の路線の運行を開始、これを契機として韓国でも航空会社の選択肢が広がり始めていた。 京商北道はこれらの2社にも接近し、2005年8月の、チェジュ航空の免許交付に伴う報道では2008年の、金峰宇津鎮運航開始が報じられたほか、2006年4月にも、建設交通部関係者の発言として同社が、宇津鎮への就航を検討していると伝えられたが、こちらも実現することはなかった。路線確保の見通しが立たない中、 建設交通部は2007年4月、宇都鎮空港開発基本計画の変更を告示し、事業期間を1996年から2008年までの13年間とした、上で、施設規模についても変更を行った。変更の多くは、空港開発中長期計画や、実施計画を通じて、公表済みの内容を基本計画に反映したものに、過ぎなかったが、 新聞各紙やテレビニュースなどは、ウツチン空港来年末開港といった表題で、計画の変更を大きく報じた。これに対し建設交通部は、報道資料を出し、事業の推進は、政府の財政投資計画や航空会社の就航を生む、格安航空会社の活性化などを、総合的に勘案しなければならず、この時点で2008年開港と断定するのは、難しい。 と述べて、格安航空会社には、宇津賃に就航する余力がないことを示唆した。実際、中央日報は2007年7月、宇津賃就航に、消極的な格安航空会社各社の意見を、紹介し、開港しても就航する、航空会社は皆無、と報じている。中央日報のこの報道は、AFP を通じて配信され、巨額を投じて建設しながら、 どの航空会社も就航したがらない空港として世界各地の新聞にウツチン空港の状況が紹介されることになった。12月には AFP が2007年に世界で起きた賃金を集めた年末企画2007年面白ニュースにおいてこのウツチン空港の記事を再度取り上げたことから韓国内でも注目が集まった。この際 AFP は問題の空港が ウツチン空港であることを記載しなかったため、一部では、常用国際空港や無安国際空港など、他の空港を指しているという解釈も見られた。この間、空港建設現場では、長い放置で荒廃が進み、仮に就航する、航空会社があっても即時の開港は、困難な状況となっていた。2005年にはすでに進入道路に廃車が放置されて、いるのが確認されていたが、 その後も維持費の不足により、旅客ターミナル周辺や着陸帯は雑草が生い茂る状態となった。旅客ターミナルも工事資材が散乱する状態で放置され、後の調査では壁に亀裂が入り、ガラスが破損し、天井が腐食するなど、損傷が進んでいることが確認された。2008年に入ると、ほぼ完成している施設の活用をめぐって、 様々な案が提起されるようになった。2月には建設交通部が、テグ空軍基地の移転先や整備用として、宇津鎮空港を活用する案を検討していると伝えられた。市街地にあり、騒音問題が深刻なテグ空軍基地の宇津鎮移転は、以前にも提案されたことがあった。過去には、同じ宇津鎮軍内にある竹編非常滑走路の軍、 昨日、移転が提案されたこともあり、うつちん空港を軍用として利用する案が出されたのは、初めてのことではなかった。また、整備用としての活用案は、前年に、韓国で格安航空会社の設立が相次いだことから、これら新規参入の航空会社に整備機能を提供しようというものであった。しかし、この報道に、 地元は反発、金広し守宇津沈軍主が緊急記者会見を行い、両案に反対の立場を示すとともに民間空港としての早期開港を主張した。3月には宇津沈軍議会も同様の主張を盛り込んだ決議文を採択した。軍用利用案について、軽症北道は国土海洋部も道自身も検討したことがないとして報道を否定し、 この件は、最初に転用を報じた、新聞社が行き過ぎた報道を行ったものとされたが、宇津津新空港の活用に関する提案はその後も、続いた。7月に、宇津新郡庁で開催された、空港活性化のための研究フォーラムでは、こうすず、進むにが話題教授が、格安航空会社を誘致し、中短距離国際線を開設、中国、日本など、アジア地域から、 観光客を誘致することが望ましいと発表を行った。8月にはこの年の春に不定期運送免許を取得した航空会社の半水宇宙航空が現地を視察した。12月に京商北道が開催した空港活性化フォーラムでは航空スポーツや飛行教育などを担当する空港としての活用が主張された。外部から様々な提案の出る中、 2008年9月の国会国土海洋委員会において、県旅国土海洋部第1次官が、宇つ鎮空港を操縦し要請訓練のための飛行訓練センターとして活用する方向であることを明らかにした。発言の中で県旅は、航空業界における人材養成法案についての研究を外部調査機関に委託して2008年末までの予定で実施しており、 この結果を受けて、宇津鎮空港の訓練施設活用を進める方向だ、と説明した。国土海洋部の移行は11月に、全国紙でも報道され、転用のために、さらに経費を投入することへの批判や、操縦使用性需要に対する疑問といった反応を呼び起こした。訓練センターをめぐっては、上用国際空港の地元も、積極的な誘致に動いていたが、 常用は施設の規模が大きすぎるため、訓練施設としての活用には適していない、とする観測が早くから流れていた。2008年末に調査結果を報告した外部調査機関は、ウッツチン空港の訓練施設活用を妥当としたが、国土海洋部が、この報告を受ける前に、ウッツチン空港の訓練施設設置に向けた作業指示を各所に出していたことが判明し、 国土海洋部は結論ありきで調査を行ったのではないかとして後に問題となった。2009年3月には関係者の発言として国土海洋部が宇津鎮空港を飛行訓練センターとして活用するため4月成立予定の補正予算に用途変更に必要な予算を反映できる要協議中であると伝えられ4月の補正予算編成では 国会国土海洋委員会が、宇津鎮空港建設に49億ウォンを要求した。この予算編成においては、各常任委員会による審査の段階で様々な追加要求が盛り込まれ、政府案に対して5兆ウォン以上の歳出増となったことが問題視されたが、中でも宇津鎮空港予算は、代表的な予算の乱費であるとして、名指しで批判を浴びた。この際には、 ウツチン軍も飛行訓練センター誘致に動き、国土海洋委員会や予算決定特別委員会所属の議員に対して、軍主が陳情を行った。また、栄養、栄徳、放課、ウツチン選挙区選出の国会議員である、京広志氏の議は、国が、操縦士の訓練機関に対し財政支援を実施する、ことを可能にする条項の追加を内容とする。 航空法の改正案を45名の国会議員と連名で提出し、法的環境の整備により、飛行訓練センター開設を促進しようとした。しかし、最終的に成立した予算には、ウッツチン空港の転用に関わる経費は反映されなかった。監査員も韓国空港公社に対する、監査結果において、国防部との空域調整が行われていない点を問題視し、 このまま転用を進めても、空域の問題で、訓練施設としての活用ができず、投資が無駄になる可能性があると懸念を示した。2009年9月、国土海洋部は飛行教育訓練員を、宇津鎮空港に開設することに、最終確定したと発表した。計画では、国土海洋部が50億ウォン、韓国空港公社が39億ウォン、宇津鎮軍が74億ウォン、 訓練事業者が5億6000万ウォンを投じて2010年上半期中に空港本体や関連施設を完成させ2010年7月から訓練員を会員、公募で募集する最大2社の訓練事業者によって運営するとしていた7月には宇津津空港建設事業実施計画が12月には宇津津津空港開発基本計画が変更され それぞれ事業期間が2010年までに変更された。しかし10月から11月にかけて行われた訓練、事業者の募集に対しては、最大2社の選定予定に対して2事業者が応募、下に過ぎなかった。応募者のうち、航空関係の学部を持ち、台湾軍で台湾飛行場を運営している、半水大学校は、訓練事業者に選定されたが、もう1事業者は、 応募資格を満たしていないとして選定されなかった。訓練人を複数の事業者に運営させる狙いは競争原理を導入することで効率化を図ることにあったが一事業者しか選定されなかったことでこの意図は実現が困難になったかと思われた。しかし後に韓国航空大学校が運営者に加わることになり運営の体制が整った。 2010年に入ると、施設の使用開始に向けて、具体的な手続きが始められた。1月には、韓国空港公社の正式地社長が建設現場を訪問、空港公社の施設受け入れに向けた計画について、報告を受けた。4月には、宇津鎮飛行教育訓練員が、訓練生の募集を開始し、国土海洋部による説明会も実施された。現地では、 旅客ターミナルの講義の例の改装や、寄宿舎の新築など、訓練員転用に伴う工事が進められた。7月8日、宇津鎮飛行教育訓練員会員及び、宇津鎮飛行上春公式が挙行され、低床韓国土海洋部長官、金広姿継承北道知事、林行元宇津鎮軍主、住民500名のほか、大韓航空、アシアナ航空社長、 訓練員を運営する両大学の総長、空軍参謀次長など、各界の代表者が出席、空軍機が祝賀飛行を行った。こうして飛行場は訓練施設として活用されることになった。しかし、地元は航空需要の推移により、民間航空用としても活用するという立場であり、今日広篠のぎは航空路線の誘致を続けるとしている。 訓練施設としての活用強化の動きもあり、2010年11月には、京商北道の亀吉に位置する、慶雲大学校が2011年から、航空運航学科を新設、宇津鎮飛行場を実習用に使用する予定であると発表した。一方、すでに議論となった手空軍基地の移転先としての、活用案のほかに、新たな軍事活用の方向も出てきており、 2010年10月の国防部国政監査において、甲州つばめき選挙区選出の国会議員である、陳太平は、選挙区に近い清州国際空港の拡充と関連し、清州の空軍を宇津陳飛行場に移転し、東部防衛の強化を図る案も検討すべきだと主張した。このように宇津陳飛行場は、使用が開始されたものの、その活用形態は、 使用が始まった後もなお、議論が続いている。周辺住民が結成した、空港対策委員会の建物うつちん空港工事、着工後、工事現場からの土砂流出と、騒音、振動により、沿岸の魚場や養殖場の魚に被害が発生したと、周辺の漁民が主張。 これを受けて冷水大学校水産科学研究所が2001年6月から2003年11月まで実施した調査により被害の発生が認められた。2003年1月には陸上養殖場の代表者3名が国と建設会社を相手取り損害賠償を求める訴訟をソウル中央地方法院に起こした。また2004年4月には 周辺4漁村の漁民が、宇津鎮空港建設漁業被害対策委員会を結成し、保障の実施を求めた。しかし、富山地方航空庁は、調査結果の検証や予算措置が必要であること、陸上養殖場に対する被害分について、係争中であり、他への被害分について、個別の扱いはできないことを理由に、すぐには、保障に応じられないとした。 この対応に、漁民は態度を降下させ、2004年6月14日、宇津津空港建設現場事務所前で、漁業,業被害早期保障要求集会を開き、早期保障を要求した。6月16日には建設現場事務所で、宇津津津空港建設漁業被害対策委員会と、富山地方航空庁との間で、話し合いが行われ、 長路久志富山地方航空庁空港施設局長が3ヶ月以内の保障実施を内部決定したと説明したことにより問題は一旦沈静化したがその後も被害額などをめぐり両者の議論が続いた一方陸上養殖場の代表者が起こしていた損害賠償請求訴訟について2005年1月ソウル中央地方法院は 原告一部勝訴の判決を出した。孫淳が裁判長は、判決において、国と建設会社は、空港建設工事において、土砂流出を防止する義務があったにもかかわらず、これを怠った過失があると指摘し、5億ウォンを原告に、賠償するよう命じた。国と建設会社が控訴したが、建設会社との間では2007年8月に和解が、成立。 2009年4月には、ソウル高等法院も、原告一部勝訴の判決を出した。国は上告したが、2009年7月、王法院は、審理付属校を適用し、上告を帰却した。2007年10月には、建設交通部が、この訴訟を含む複数の行政訴訟の弁護士費用を、土地購入費など、他の名目で、 確保されていた予算から転用していたことが判明し、一部は企画予算どころの了解を得ていなかったことから問題となった。宇都鎮空港の訴訟には土地購入費から1300万ウォンが転用されていた。空港工事で現場から流出した土砂により沿岸漁業に被害が発生した事例は、宇都鎮と 同時期に工事が行われた上洋国際空港や無安国際空港にも見られる。このうち上洋国際空港の建設工事では、現場から流出した土砂により、沿岸の魚場やホタテ養殖場に被害が発生した。現地漁民は、国や建設会社を相手に、損害賠償を求める訴訟を起こし、ソウル中央地方法院、ソウル高等法院が、 原告一部勝訴の判決を出した後、大法院まで争われた。しかし大法院は、上告を帰却、国や建設会社に損害賠償を命じた高等法院の判決が確定した。訓練員会員後は、訓練機による早に被害が問題となっている。周辺の住民には、早朝に漁を行い、日中は就寝する漁民が多く、 訓練機の騒音が睡眠の妨げになるとして、住民からは改善要望が出されている。2011年7月には、視察に訪れた地元国会議員の京広ししのぎに対し、住民が対策を求めた。2011年11月には、周辺住民が飛行場前で集会を開き、騒音被害に対する保障を要求したほか、 軍や飛行場側との話し合いも行われたが、問題の解決には至っていない。韓国人名の漢字表記については主に以下に、従った。ありがとうございます。